皆さんこんにちは、高橋貴子です。本日も非常識に人生を楽しむご機嫌高五六、こちらのチャンネルを始めていきたいと思います。今日のテーマはですね、コンプレックスについてお話をしてみたいと思います。コンプレックスっていうとね、いろいろありますよね。ない人なんていないと思うんですよね。で、当然ですけど私にもコンプレックスはあったし、最近別に気にならないようにしてるし、気にならないようにしてるからあれなんですけど、もちろん持ってましたし、今でも気にしてるところあります。それぞれね、いろいろあると思うんですね。容姿的な部分とか、あとは自分の生活環境とか、いろんな部分でのコンプレックスっていうのはあると思いますけれども、ここではね、別に道徳とか倫理的な部分とかそういう話をするつもりはあまりなくて、説教チャンネルではないのでですね、私がどういうふうにそういうのを考えて、どういうふうにやってるのかみたいなのが分かれば、そういうところでね、考えちゃってる人のヒントになればなというふうに思って喋ってます。で、まずですね、私の部分で言うと身体的なコンプレックスっていうのはですね、こういうのを話すのも、またそこ注目されちゃうからね、あんまり話したくないんですけど、肩幅広いんですよここね、ここなので、よく水泳やってましたかとかって言われたりとかもするんですけど、やってったっていうか、クラブとかそういうのじゃなくてですね、水泳とか泳ぐのは好きでよく泳いでたから、そういう体験になったのかなと思ったりもするんですけど、華奢な服が似合わないですよね、肩が広いから。その代わりだから、ちょっとスッとしたモダンな感じのとか、かっこいい服とかは、モデルさんみたいなこうスッとした体験の人いるじゃないですか。ああいう感じのものとかは似合うんですけれども、いわゆる可愛い系の服とかは似合わなかった。顔つきもこうですからねそんなに可愛いっていう、本気で乙女度アップしようと思ったら頑張りますけどね変装でどうにかできる。化粧ってすごいですよね。女の人の化粧ってすごいですよ。結構写真とか持ってって、そういう風にしてもらって、カツラつけて服着れば、おおよそそういう感じになれたりすることとか多いですもんね。特に私で言うと、仮想系で言うと、女神ですよね。ブロンズの髪型にそれを言って、化粧もそういう風にしてもらったら、そういう顔になるから、私あれやった後もしかしてキャリーパミパムできるかなとか思っちゃったぐらいですから機会があったらチャレンジしてみますけれどもね。はい、なので、なんて言うんでしょうかね、そこの部分において頑張っていくっていう部分のいろんなチャレンジをしてきてるわけなんで、まずね、肩ですね。で、なんで肩が広く見えるかって、もう一つ相乗効果でいい面と悪い面がある部分で、顔がちっちゃいんですね、私ね。ちっちゃいんですよ。で、もちろん小顔に、なりたいとかっていう人からするとすごい羨ましがれるあれだし、背も高く見えるから、ちなみに私164なんですけれども、それ以上に見えないですよね。はい、なので、それ以上見えるじゃん、それ以上に見えると思うんですけど、ヒールとかね、履くと、あんまり履かないんだけど、8センチぐらいとか履けば172とか3なんだけど、顔がちっちゃい分、すでに8頭身にちょっとでも高いヒール履くと見えるのはお得な感じ。でも、その代わりこことの差が非常にあるから、それがあまり気にならないような服を選んだりとか、そういうものとかはやっぱ努力しますしね。あとは、小顔な部分は悪くはないんですけど、貧相に見えちゃったりするので、本当は今日その話をするから髪型とかもね、ボリュームアップでやればよかったんですけど、髪の毛とかもすごい猫っ毛なんですよ、これめっちゃ細くって、なので、こうあるのかな、美容師さんとか、ちょっとね、ザバッとした純先生か若いの、少し、ここがペタッとしてるから貧相に見えるからとか言って、少しボリュームアップとかっていうのね、やったこととかあるんですけど、髪の毛がね、ちょっと細くて少ないから、多い人からするといいって言われますけれども、貧相に見えるといえば確かにそうだから、だから本当綺麗なストレートにね、伸ばしたかったりとかもするんですけど、髪の毛の質とかもあるので、そういう部分の難しさもあったりしますよね。あと目が悪いです。だから、悪くなったのは、結構昔ね、めちゃめちゃ読書してたんですよ。一
1年に300冊とか読んでたりとかいう時期とかもあったりとかして、小学校の時がね特によく読んでましたね。380冊とか読んでた時期とかもあったんで、いろんな本読みました。電気とかも読んだし、なぜか落語とかも読んでましたね。なんかね、普通の人が読まない、もちろん普通の物語とかも読むんですけれども、なんかねちょっと変わった本読んでた気がしますね。あとさらにちっちゃい時で言うと図鑑とかね、あの昆虫図鑑とかも見てたりとか、植物図鑑とか鳥の図鑑とか、あと宇宙の図鑑とか、これを言うともしかして引く人もいるかもしれないですけど、妖怪大辞典とかも私持ってましたね。なんかね結構妖怪詳しかったですね。 100個ぐらい妖怪持ってて、あのなんか男の子みたいなんですけど、そういうね図鑑もね持ってました、ちっちゃい子。なので暗いとこで結構本読んじゃったりとかもしてたせいもあったのかしんないんですけど、まあ目悪かったんですよ。で小学生の時とか眼鏡しててコンタクトとかしなかったですからね。コンタクトしたの高校になってからかな。うん、だからそれまでは容姿っていうものもそんなに気にしなかったんで、まあいいに越したことはないんでしょうけどね。目が悪いから眼鏡する、だから結構もともと顔がねきっちりしてる顔なのに眼鏡したらすごい真面目に見えるじゃないですか。だから怖く見えてたみたいですよ学級委員長とかもやってたせいもあるかもしれないですけどね。いわゆる眼鏡の学級委員長なんであの優雅な雰囲気とはほど遠い人でした。だから今でもメガネはなんとかこう軽く見えるのとかね一生懸命選ぶわけなんですよ。例えばこういうね、なんていうのリムレスっていうんですか、こうなるべく顔のねあんまりこう雰囲気を壊さないようなタイプとか、こういう感じとかね、メガネとかあんまり人に見せるの好きじゃないですけど、まあ、あのちょっとこう仕事ができる秘書風なんでしょうかね、まあ、そういうのを買ってやってた時期もあったし、最近はちょっと遊びみたいなそういうのも含めたようなね、なんかあのこういうタイプのなんかちょっと縁があるようなタイプのものとかっていうものも、あこれちょっとなんだっけ、ブルーレイをカットするやつとかが入ってるんで青いんですけど、ちょっと髪の毛がね今日跳ねちゃってあれなんですけど、まあ、こういうのとかねやってたりするんで、まあ馴染みに見えるっていうのもあるいいんだけど、私の中で若干コンプレックスだったりする部分がありました。まあだからそこっていうのはねあんまり目を向けないようにして、あのそうじゃない自分で自分らしくっていうところをね、あの特に出していくようにするのと、そこがあるから逆に見えるような感じでする努力っていうのは、まあ、してたりとかしてました。まあ、コンタクトは、まあ、一個そういう顔にしたいっていうのと、あと化粧で女の人の顔が変わるっていうのが分かってからは、もともと化粧の時間って私5分ぐらいしかしないタイプの人なんですけどあんまりめっちゃ薄化粧で、あのめんどくさがり屋さんなんで、ね、なんかバッチリ化粧するとすっごい顔変わるんで、おそれでどうにかなるよねとか思ったりとかっていうのがあったんで、あとはやっぱりそうですね、笑うのを増やすようにしたかなっていうところですね。こわもての顔に見えちゃうから、まあそれでも怖い風に見えてる人は見えてるかもしれないんですけど、笑顔をね少し増やすようにしたかなっていうところと、まあ、あとは自分のねなるべく本音とか気持ちとかを伝えるようにするようにしたっていうところでだいぶ解消されてきましたけれどもね、はい。まあそれでもやっぱり触れ合ってない方からはね、そういう部分でちょっと怖そうなこととか未だに言われる時があるので、まだ努力が足りないかなどんだけコスプレすりゃいいんだよとか思ったりはしてるんですけど、まあ割とそうですね、変な私というかかなりこうほうけた私を見たい人はかなりお酒に強くなって私を誘ってみてくださいそこそこ私も飲むんでね、そんなにクテクテになってる姿っていうのはなかなか見がたいんですけど、記憶はね残っちゃいるんですけど、かなりこう弾けた発言をしていることが多く、ケラケラかなり笑ったりしてるらしいので、まあまあ私よりお酒を強くなっていただいてお誘いいただければというふうに思っております。はい、最後はなんだかよく分かりなくなりましたが、今日はテーマはコンプレックスなので、まあ、気にしないっていうことですね、結論は、はい、そういう日々を楽しく過ごしてみてください。それでは。